皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは、さきです。今回は冬のモーニングルーティンをやっていきたいと思います。ですがちょっと寒くてベッドから出れません。まあでもちょっとね、学校行かなきゃいけないのですぐ用意したいと思います。ということでね、学校の用意をしてきます。眠い、寒い。まず、紹介したいと思います。すいませんね。はい、ということでね、いつも泡をしっかり食べてやります。最悪なんだけど、髪の毛めっちゃびちょびちょなんだけど、どうしよう。はい、すっきりしましたね。じゃあ自分の部屋に戻ります。ということでね、もう朝は思ったよりも時間がないのですぐに支度をしていきます。はい、ということでね、私はいつも日焼け止めかつ下地みたいなやつを塗ってます。やっぱね、冬でもやっぱ紫外線とかで日焼けするらしいので、毎日こういう日焼け止めは塗ってますね。痛い、めっちゃここ痛いんだけど、なんだよ。最近毎日さ、朝起きたらさ、めっちゃ喉痛いしさ、鼻声なんだよね。やばい、待って、塗りすぎた、マジ真っ白じゃん。怖っ。やばい、なんか伸びすぎちゃった。よし、オッケー。どうですか、いいですよね。本当はいつも、もうちょっと量少ないと思います。ちょっと今日は謎に塗りすぎました。リップを塗っていきたいと思います。まあ、リップはまあいつも適当ですね。まあ、やっぱり学校のいろんなシリップつけるんですけど、いろんなシリップ結構持ってるので、ドレッサーが最後、そして一番最初に見つけたいろんなシリップをいつも塗ってます。いいですね。マジで冬マジで乾燥するんですよ。なんか肌もめっちゃ乾燥してるし、唇もめっちゃ乾燥して、マジでめちゃくちゃ荒れるんですね。寝る前にもこうやって保湿してるんですけど、もう朝起きてもカラカラみたいな。保湿はこまめにしてますね、特に唇で。次はじゃじゃーん、クリアマスカラ押していきます。すっごい TikTok で回ってくるので、なんかちょっと適当に買いました。色ないんだけど、一本一本太く見えるし、めっちゃ目パッチリして見えますね。でもこれなんか塗りすぎるとなんか白くなるんですよ。なんか髪の毛にスプレーしたらさ、白いの出てくる時あるじゃん、塗りすぎて。それと一緒だかわかんないけど、これもなんか結構塗りすぎると白くなるんですね。なので塗りすぎには注意した方がいいと思います。よしっていう感じですね。顔はいつも、まあやっぱなんかするとバレたら嫌なので、いつもこんぐらいしてます。顔が終わったので次は髪の毛ですね。寒くて朝がアラームなんて20分後ぐらいに起きるんですね。ずっと布団から離れられないみたいな。出る10分前に食事し始めるみたいな感じなんですよ。本当に時間なくなるんですけど、そんな時に出会ったのがこちらです。サロニアのヘアアイロンです。時短したいし、ちょっと可愛くなりたいなと思って最近使い始めてます。で、サロニアのヘアアイロンってなんとですね、日本で売り上げ第1位なんですよ。数あるヘアアイロン界隈の中で第1位ですよ。そうなんですか。で、私もそうなんですけど、最初ヘアアイロン買うときってなんかどれ選んだらいいのか分かんなくて、でもサロニアはめちゃくちゃ売れてて、いろんなメディアで賞も取ってるので、ツイッターとかの口コミもね結構多いので、ファーストヘアアイロンにぴったりだなって思います。で、しかもサロニアって3000円ぐらいなんですよ。本当に初めてヘアアイロン買う子とか、ちょっと挑戦してみたいなって子にはマジでぴったりだと思います。はい、ということでね、準備をしていきたいと思います。私はいつも後ろの髪の毛は120から
180の間に設定することが多いですね。ね、見てください。今ね、電源入れたばっかなんですけど、30秒ぐらいで暖かくなるんですよ。もう暑い、すっごい便利ですね。はい、じゃあ早速アイロンしていきます。あ、やば、めっちゃ一回やっただけなのにこんなにサラサラになりましたね。すごいね、あのなんかさ、挟み心地がめちゃくちゃいい、挟んだ感覚があるからさ、ちゃんとなんかできてるなっていう感じがする。はい、ということで片方やりました。めっちゃサラサラ。じゃあ反対側もやっていきます。うん、いいね、いい感じで、仕上げに櫛で溶かします。おお、サラサラになりましたね。ちょっと CM 風にやっていきたいと思います。こんな CM ね、ちょっと振り向いてみますね。あ、すごいすごい、いいですね、サラサラで。はい、私の前髪はこんな感じですね。なんか長いのいるやん、切れんよと思った方いると思うんですけど、もうちょっとシースルーにしたいので、私は今ここの髪の毛を伸ばしてる最中なんですよね。なので今一番めんどくさいんですよね、前髪の作り方が。そんな中見つけた前髪のやり方があるので皆様にも共有したいと思います。そうしましたらですね、まず私今までここはやらずに、なんか毛先だけでクルンってしますみたいな感じでね、やってたと思うんですけど、こうやって根元にアイロンやって、根元からくるーん、うん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 って感じですね。で、長い髪の毛があるのでちょっと一回排除させていただきます。うん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 、はい、こんな感じ。なんかわかりますか、なんかさ、ふわふわして見えませんか。アイロン入れた時の跡がつかないし、毛先だけやるとカクってなっちゃうと思うんですけど、根元をこうやって膨らませやり方にしてみたんですけど、作ってる感が なくなるんですよ。前髪巻いてる感がなくなるので、結構自然な可愛さが作れるかなと思います、こういう巻き方だと。で、次にちょっとね、多少微調節をしていきます。こういう感じで、なんていうの、掴んで後ろ髪側に流すみたいな。そうするとこういう向きにね、なってくれるので目にもかからないし、可愛いのでいいと思います。はい、こんな感じでね、結構なんかほら、前髪で全然印象変わるよね。なんかボサボサからさ、ちゃんとなんかこうやって可愛らしい印象になるし、すごい結構垢抜けてるなって印象にもなるので、すごいいいと思います。で、私これめっちゃあるあると思うんですけど、はい、歩いてます。あ、もう今日風強い、今日も寒いな。はい、学校着きました。みんなおはよう。あれ、マスミどうしたなりますよね。え、なりませんか。私結構走ること多いんですよ。なんかやばい、遅刻やんみたいな感じで走ると、なんかパッソーンとかになっちゃってるじゃないですか。困ってるんですよね、走って。まあ、普通に歩いててもなんか風でビューってなるじゃん、しかも冬とか特にさ。で、次は友達に歩けたのって言われるようなシースルー前髪を今からみんな様に披露していきたいと思います。垢抜け前髪を作るためには結構タバカを作ることが重要だと思ってるんですね。私がいつもやってるあのシースルーのやり方を今から特別に披露していきたいと思います。私はいつもあのワックス、本当にこれは何でもいいんですけど、少量だけですけど、少量だけですけどつけてます。そしたら、まあ、まず最初にこちらの横の毛にワックスを塗っていきます。こういう感じでこっちにワックス塗っちゃうと全然ね、侵入してこなくなるんですよ、前髪が固まるので。ほら、こういう感じ。そうするとね、横の髪とこの後ろの髪の毛がね、混ざって横の毛ありますよ感がね、ないんですよ。ワックスをこうやってね、バーンってつけてあげるといいかなと思います。でもね、あんまりめちゃくちゃベタベタにつけすぎると本当になんかお風呂入ってない人みたいな感じになって、あのあれなので、少量をこうやって感じでつけます。そうすると見てください、なくなるんですよね、横の毛が。で、こちらのね、前髪も結構ちょっとシースルー感出したいですよね。で、またワックス登場するんですけど、まあ別にワックスなんでもいいです。で、さっきよりも量を減らした方がいいかなって思います、前髪は。そしたら後ろの方からこういう感じ、ズルルルルって感じですね。なんかもう後ろからなんか掴むみたいな感じにすると、ほら自然にワックスがつきます。デレ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 
どうですか、シースルー前髪作る時って結構あのワックスとかつけるじゃないですか、オイルとかウェッティになっちゃうと思うんですけど、あでもこうやってなんか後ろから持っていくとよりベタベタ感が抑えられるので、私はこのやり方はいいなって思いますね。どうですか、いや結構やっぱり1個前のと比べるとこっちの方が垢抜けて見えるよね。遊びに行く時とか撮影の時とかもこういう垢抜け前髪を作ることが多いですということでね、ちょっと制服着替えましたっていう感じです。どうですか、セクションタイム行きます。ここ連写ね、連写シーン。はい、ということでね、冬のモーニングルーティンをやってみました。いつもはこんな感じですね、本当に。で今回紹介したあのサロニアのヘアアイロンはビッグカメラなどの家電量販店やアマゾンや楽天とかにも売ってます。で期間限定でビッグカメラでサロニア買うといつもより多くポイントがもらえるキャンペーンをやってるらしいので、詳細はぜひ概要欄見てください。よし、忘れ物ないよね。ということでね、こんな感じで今日は冬のモーニングルーティンをしてみました。あの前髪の作り方とか今回はねちょっと詳しく紹介してみたので参考になれば嬉しいなって思います。ということでこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ、お先に失礼します。